いやいやいや、なかなかね、ムカデは噛みますからね。噛むとね、強い毒が体に入って、1週間2週間大きく腫れますので、本当に捕獲には注意してください。逃げ場所を一生懸命探してます。ちょっとこの網目でどうかな。この隙間がちょっと不安だな。ただね、空気が触れないと窒息死んじゃうんでね。なんと洗濯ネットありました。絶対逃げられないようにしたいと思います。ではおやすみなさい。本日のマスミの餌、マスミじゃねえ、手込みだ。こいつ、なんだっけ、ムカデか。ムカデ、あ、見えない。おお、なんて気色悪いんでしょうか、ムカデ。あ、大丈夫かやって。これは、今日は頭の位置に分かって全力で抑えよう。じゃあ、割り箸的にちょっと厳しいな。落ちないことに祈れ。来てる。これ食ったら脅威だぞ。ムカデってよ、本当にゴムみたいでさ、踏んでも死なねえのよ。ちょっとなんか、なんでこっち伸びねえんだな。伸びる数が欲しいな。しょうがねえな。あっ、とっと、まあまあやばい。まあまあ、これやばいな。お前、こんな俺しかできねえぞ。あ、わかった。広い、全力で拾うんだ。最悪踏んづけてもいい。もう大事件だよ。無理だな。うわ、また落ちた。落ちる。いやいける。冷静になろう。そう。ふざけんな、こんな。何の罰ゲームだよ。間違いない。よし、ちょっとアンパニも入れるか。入れるか。待て待て、いいよ。あ、やばい。いやいや、落ちる。あ、やべ。地獄。俺は信じて取り続けるよ。あ、やばい。照らしてくれよ。入ろう。オッケー。すげえな、この肝。落ちろ。あれ、落ちねえな。なかなかこいつ落ちねえな。食った。あ、一瞬だ。だよ。一瞬すぎて取れたかわからん。大丈夫なの？本当に。明日の朝心配だわ俺。あ、なんか出てきてる。そりゃそうだな、10センチ以上あったぞ。多分クネクネしてるだろうな、きっとこいつ今。大丈夫だ。あ、出る。食ってるわ、ちゃんと。ペコミ、すげえな、お前。なんでも食うじゃん、あなた。あ、こんなのないの、こいつ。食ったんすか。あ、なんかまだとか、ちょっと口の中に。食べたい。あれ、なんか間違えて食ったんじゃねえ。すげえだったな。ホビーミミズ。そうだな、ミミズ一匹やろう。ご褒美。まだ空気あるな、こいつ。で、見てんじゃん、上、これ。早い。ゴミはちゃんと食わない。食わない。吐き出す。食べたね。生きてたぜ、ムカデ。ピンピンだったぜ。
やっぱ大きくなってるな、こいつ。割り箸でも掴みづらいやつ。水質がめっちゃいいわ。はい、今日のうなぎ餌チャレンジ、川むつ編。いや、ウッドデッキのセットした音が聞こえました。シャポンっていう音とともに落ちた川むつさんです。川むつの異風堂から始まります。おっ、来る、来る、おっ、来る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 、びっくり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 、あれ、こんないつのでかいサクコになったの。むしゃむしゃ食ってるわけって今。あれ一緒だった。ああ、いや、衝撃映像っすよ。あ、もうあれだ、ないわ、口に。なんだろう、瞬殺で食ったか。うん、ベストな大きさだったんじゃない。違う、ハレイさんだよ。あ、そういうこと。なかったからさ、あと暗さがちょうど良かったか。あ、いいよ、いいよ、よっそうがいいっすよ。ちょっと、もう2匹ぐらい持ってこよう。皆さんお待ちかね、第2匹目投入です。入りました。今回の餌、ナンバー2、大井川です。大根、大井川、はい、もう一回入れちゃいましょう。第2弾、はい、いきます。はい、ナンバー3も大井川です。はい、もう頭出てきました、うなぎさん。はい、うなぎさん、もう、あ、ニョッキ出てきてますね。あ、ニョッキ出てきてます。もう痩せて満杯じゃん。あ、もうお腹減ってるね、こいつ。だいぶ珍しく頭出てきたよ。あ、ちょっとあの、おお、頭すげー出てきてるよ。はい、ニョッキ来てますね。標的録音して、おお、引きずられてきますね。あるな。あ、よいしょ。ちょっと一旦これをお渡しして。野生味がある、ね。はい。なんと。怖い壊れ方だな。あ、そしてもうすでに頭出てきてます。もう一匹こいつちょっと行かせようか。もう頭出てきますから。もうね、今日腹ペコよこの子。そう。あ、チビ魚を求めているが、なが、しかし。あ、でかいの来たよ、君。チビ魚に興味あるね、今ね、目の前に。あ、いいよ。お、お、ニョキ来て、ニョキ来て。お、っと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 。あ、ニョキ来るよ、ニョキ。身を聞きそうよ、これ。あー、腹いっぱいか、腹いっぱいになったか。だんだん近づいてきてよ。あー、いや、いいとこじゃん。あ、ベスポジなんだけどな。あ、あ、あ、ニョッキ出てきて。おっ、追いかけるが、棒が行くとね、来なくなると思う。そのぐらい。あ、もうお腹いっぱいですかね。おくと、おくと。もう真横すごいんだ、3匹一気に行くんだ。あ、行くな、3匹一気に行く。
あもう土管の中にも入ってね、もうこいつはね。尻尾とか尻尾。尻尾の方どうなんですか。尻尾だいぶ出てきてる。あ、また頭をね出そうとしてますね彼。あもうこれ食べ終わってますね。最速よ、4分でくっつい3匹くって。えずいたな。これもう完璧に。これこう体をニョロニョロとこう出してくるようになって食べたら。うん、なおいいんだけどね。ってことはあれだな、世の中もうなぎの夜釣りシーズンだな。ああそうだな。来週あたり行くかな。そう、来週あたりではうなぎの夜釣り編となりますので。いやなんか苦労が報われた感じがあるわ。そしてもう頭出てきて、こいつまだ食いそうだわ。ただもうあげねえよ。では夜釣り編で。うん。